はいどうも、モバイルトコム t v チェーホント。つばです。よろしくお願いします。いますはい、今回なんですけれども、はい、大変お待たせいたしました。2022年、コスパ最強ゲーミングスマホをレビューしていきたいと思います。おーゲーミングスマホなんだはい、もう本当に先日発表されたばかりの、ポコ F4GT という機種をですね、今回ご提供いただきまして、お<ー>レビューしていきたいと思います。もうこれね、とんでもない化け物スマホとなっております。 この動画ではポコ o f 4 g t がどのぐらいやばいのかっていうのをねチェックしていきたいと思いますはい,はいぜひね最後にお付き合いいただけると嬉しいですそれでは行ってみましょうそれではね早速あの本体を見ていきたいところなんですけれどもはい、はい、今回このポコ o f 4 g t なんですがあの付属品が結構充実してるので付属品からチェックしていきたいと思いますはい,はいパッケージはこんな感じで、まあ、ま,あまさに何か大胆なゲーミングスマホって感じですねじゃあ開けますよはい お、マッキー本当に大胆ですね。すごい。まずここに SIM ピンと説明書とケースが入ってます。え、はい、こちらがですね変換アダプターとなっておりまして、これを使うことで有線イヤホンを変換して使うことができるっていう感じですね。<laughs> はい。 そして今回 120W のね充電アダプターも付いてるんですが今回あの海外仕様となっておりまして国内ではこのままだと使えないので注意をしてください、うん、こっちはえ使えるってことねそうですねそちらはねあの充電ケーブル見てもらえると L 字型になってるんですよね、うん、充電しながらゲームしやすいような感じになっておりましてまあ、この辺もやっぱりゲーミングスマホに配慮されたパッケージになってるのかなって思いますそしてこちらが本体ですはい背面デザインからチェックしていきますカラーは3色展開となっておりましてステルスブラ ブラック、ナイトシルバー栽培イ,イエローの3色展開となっております<ー>で今回レビューしてるのがステルスブラック、まあ、非常になんだろうなもうゲーミングスマホらしい。 デザインになっております、えー、特徴的なのが左上のカメラデザインになっておりまして、えー、こちらですねなんとカメラの横あたりね X の部分が光るような感じになりますフラッシュ部分はあのー、なんだろう雷マークになってるというかいそんな感じになっておりますで背面はガラス素材を採用しておりまして、まあ、高級感ある仕上がりになってます、まあ、この辺はね、まあ、一般ユーザー向けの,そのデザインではなくてもうほんとゲーミングスマホらしいデザインになっています 側面右側にはポップアップトリガー,、えー電源ボタン一体型の指紋認証センサーが搭載されております。うん、はいで今回ねこのねポップアップトリガーがめちゃくちゃ面白いギミックで<何>はいあのねちょっと椿さん両サイドを、うん、えっとなんだ内側にそうスライドさせてみると、うん、今ボタンが出てきたの分かりますかねあここかそう で、それが押せる。ああ<ー>。そう。で、例えばこれ、いつ使うのっていうとこなんですけど、画面上にね、ボタンを割り当てて、そこを押すことができるので、ああ、なるほど。結構これ便利。で、収納しておけるのがなおよしって感じですね。戻すと、結構なんだ。しまう。そう。で、<ー>そこが綺麗にしまってるでしょ。それがね、またいいんですよ、ほんと。<laughs> そうなんだ。はい、無駄がないというか、<ー>ああ、これがたまらんですね。はい。じゃ続いて、側面下部をチェックしていきたいと思います。左から スピーカータイプ C コネクタマイクを搭載していますスピーカーについては今回クワッドスピーカーを搭載しておりまして<ー>高音2つ低音2つ搭載しておりますすごい、はいまあ、最高ですね 音についいいいてては後ほどチェックしていきたいと思います続いて側面左側ですえ左側には SIM スロット音量ボタンあとマイクが搭載されておりましてこの機種ね3カ所マイク搭載されてるんですよねなんではい、まああのゲーミング用というか横に持って実況する方向けだと思うんですけどあなるほど、はい、プロゲーマーの方も使えるようにみたいなそういうことですね、はい、へ<ー>なのでまあ、そういったところをしっかり配慮されたスマートフォンとなっております最後上部なんですけれどもスピーカーとマイクが搭載されております はい。こんな感じの側面ですね。あの、側面もかなりいい感じに僕は仕上がってるんじゃないかなと思います。好きそうですね。はい。この背面と側面のこの一体感、<laughs> 統一感っていうのが素晴らしい。はい。じゃあ、前面行ってみましょう。前面ディスプレイは6.67インチのフラットな有機 L ディスプレイを採用しております。うん、リフレッシュレートは最大 120Hz クロいとなっておりますので、滑らかなスクロール表示体験が可能となっております。 はいえディスプレイの明るさ綺麗さどうです椿さん、うん、見やすいねそうだねでしかも屋外でもねかなり見やすい明るいディスプレイになっておりましたえ中央上部にパンチホールカメラを搭載しておりましてえベゼルについては上下ともにかなり細くなっておりますので、まあ、ゲームもしやすいフルスクリーンディスプレイとなっておりますさすがにゲームがしやすいだけあって大画面なので片手でなんかやろうとするのは厳しい大きさですねそうでですすねねやっっぱりちょっと大きいですよ、ねで 加えて重さが 210g とちょっと重めなんですよね,すねただ、まあ、ゲーミング、まあ、ゲーム機と考えたら、まあ、軽いみたいなところですねはいでバッテリーよは一応 4700mAh バッテリーを搭載しております背面がラウンドしてるので結構手にフィット感があって、まあ、個人的にはあのー、持ちやすさというか握りやすさはあるかなって感じですね <laughs> はい 続いてスペックをチェックしていきたいと思います。はい、CPU にはスナップドラゴン8 Gen 1を搭載しておりまして、<ー>まあ最新の CPU ですね。メモリとストレージは 8GB の 128GB モデルと 12GB、12 256GB モデルの2つあります。はい。最大 12GB ですね。強いってことだね。まあ、さすがゲーミングスマホってことですね。はい、はい。で、外部ストレージには非対応、防水防塵、おさゆ形態には対応しておりませんので、ここはちょっと注意してください。うん、海外スマホの弱点は技的マークがないことなんですけれど もなんとこの機種擬的マークがあります。おすごいってことだね。まあなんでまあまああの詳しい人からするとまあ多分今頃換機はいですねはい。まああの詳しくはまあぜひ調べていただけるといいんですけれどもこれがあるかないかは非常に重要です。はい。まあそんな一台となっております。じゃあ早速動作をチェックしていきたいと思います。まずはスワイプ。まあこの辺はね問題ないですね。快適ですね。はいはい。 アプリの開閉はこんな感じですはいまあこの辺もね、うん、すごい快適ですすごい滑らかいまあさすがにハイエンドなんでね,、はい、ねこの辺りは全然問題ありません でちなみにね、使っててちょっと思ったんですけど、これドロイドトゥエ12があの採用されてるんですよね。まあ、いわゆる最新の OS。<ー>で、なんかね、最適化が完全に終わりきってないのか、たまにバグが起きる。どういう例えば、なんかあの、ホームに戻れなくなったりとか。ああ、そうなんだ、はい。これ僕だけなのか、ちょっとそのあたりがまだよくわかんないんですけど、たまに使ってて、なんかあのー、 何,だろう何をしても通知センターが開くみたいな <laughs> 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 まあおそらくチューニング不足なところなのかなって思うんですけれどもまあそういったバグはあるんですがとりあえず一般的なねその動作についてはまあもちろん快適という感じですねアップデート待ちってことですかねまあそのあたりはもう最適待ちですね <laughs> まあまあまああのそういうことはありますやっぱり最新の OS なんでねんはいえベンチマークスコアについては最大96万1023点でしたかなり 高得点ですね。ただ100万点はなんか僕のやり方が悪いのか超えなかったです。でも快適よ、まあ、とはいえ、そう。これだけ出ていれば、まあ、<laughs> まあまあまあ、快適ですね。はい、はい。じゃあゲームを早速、まあゲーミングスマホということでありますので。ね、そうだね。はい。そこを試していきたいと思います。こんな感じでね、原神も快適に楽しむことができます。最高画質で設定してプレイしてるんですけど、クつきなくね、うん、普通に遊ぶことができます。30分くらい試しても、なんかすごい大きな角つきはなかったので、まあ安定して遊べるのかなって思います。発熱は 発熱についても、あのね、試した限りだと、今35から7ぐらいの間。なので、他の機種に比べると、やっぱりしっかり、あの、発熱も抑えられてるって感じですね。はい。さすがの冷却性能を向上したと、かなり歌われてるだけあるなという一台となっております。で、あの、減診をやってて思ったのは、さっきお話したポップアップトリガー。はいはい。あれがね、めちゃくちゃ便利で。あ、そうなんだ。そう。あの、ボタンを割り当てることで、なんかね、減神をすごい余裕を持ってプレして できるみたいな。画面上で触らなくても入れやすいみたいな、ね。触る箇所が減らせるので、えー、まあより周りも見やすいし、画面も広く使えるのでね。初心者でも使いやすいのそれは。まあ、ていうかむしろ初心者の方ほど、まあ僕のような初心者ほどあった方がいいんじゃないかなと思ってますよ、ね。そうなんだね、はい。なんかやっぱすごいやりやすかったです。<laughs> はい。普段あのなんかね自分で画面上タップして全部押していかないといけないので、はいはい、結構テンパるんですけど、やっぱトリガーがしっかりあるとこれを押せばもう完全に攻撃できるみたいなね。<ー>はい。ああいう安心感があるんで。 ぜひね、皆さん一度試してみてください。ポップアップトリガーの使い方は非常に簡単で、ここをね、内側にスライドしてボタンを出しますえ。ゲーミングのね、設定ができるですね、メニューを出します。で、ショルダーボタンっていう項目があるので、こういった感じで起動します。L と R のボタンが出ると思うんですけど、こうやってね、画面を移動させて、自分がね、配置したいところへ 置きます僕の場合は R にダッシュボタンで L に攻撃ボタンを置いてますであとはね置いたらここの保存を押しますはいであとはこんな感じでね今画面を触れてないんですけどこう攻撃ができるとこう今ね動きながらでもこう画面に触れずに攻撃ができるとポップアップトリガーがあると本当にね画面が見やすくなってめちゃくちゃいいんですよね もちろんね、原神で今試してるんですけど他のアプリとかでも結構使えるアプリも多くなっております。 ちなみにゲーミング機能はいろいろあるんですけど、まあ、僕が面白いなって思ったのは、ボイスチェンジャー機能。何はい。あの、配信者とかに多分結構便利だと思うんですけど、<ー>今、あの椿さん下に、はい。<れ>ボイスチェンジャー機能を押してもらって、はい。まあ、こんな感じでね、あの、いくつか項目があって、その声を変えられるんですよね。例えば、えっと、椿さんロボットを押してもらって、タップしてもらって、試しにそれ、スピーカーを録音できるので。長押し。はい。こんな感じで。 どうでしょうか。<し><ん>はい、こんな感じで,すでしょうか。<laughs> はい、まあこんな感じですね。まあ、あの自分の声を変えられる。でちなみにあのジェイホンもやると、ジェイホンです。女の子です。ジェイホンです。 女の子でちょっと怪しいなちょっと怪しいなまあそういったあの声を変えることができるっていう機能も搭載されております面白いですねはい是非ね試してみてください続いてカメラをチェックしていきたいと思います、はい、トリプルカメラ搭載で6400万画素の広角800万画素の超広角200万画素のマクロを備えています、うん、インカメラは2000万画素となっております撮れる写真はこんな感じです、まあ、全体的にねあのゲーミングスマホなんですけどす結構しっかり撮れる何 <laughs> <laughs> Hi 特に、うん、あの、広角がしっかり撮れていて、明るく、はっきり。ただ、あの、やや、あの、色味が濃いめ。うんうん。割りがちではあるけど。はい、盛りがちだけど、はっきりしてていいね。そうなんですよ。鮮やかになんか撮れる感じになってるので、あの、ゲーミングスマホだけど、割とカメラもいけるみたいな。なんか、ちゃんと普段使いも安心してできるんだね。はい、そうですね。十分普段使いにもできると思います。うん、で、暗所も、あの、意外と綺麗に撮れるようになっておりまして、あ、わかでも、そう、明るく撮れるし、ね、<laughs> ナイトモードを使っても、 あのそんなに差がないようなぐらい明るく撮れてるんですよね確かに若干はっきりはするけど、うん、でもちょっと白くなるからオートで全然いいねそうだね、うん、であのナイトモードを使うとやっぱり地面とかの,その鮮明さ解像度がより増してる感じがするので、まあ、効果はあるんですけどオートでもかなりいけるようになってるのですごい,いやなかなかね撮れるんですよで動画についてはこんな感じです 1080p の 60fps はす え、さすがにね、あの、走りながらとかは、あの、ちょっと厳しいかなと思うんですけど、うんうん、割とゆっくり歩きながらの撮影とかであれば、まあ、そこそこ使えるかなって思います。確かに。はい。で、全体としても、<laughs> あの、カメラはよくできてるんじゃないかなって僕は思いました。意外と、あの、普段使いにも使えるしっかりしたカメラっていう印象です。ぜひね、このあたりも、ゲーミングスマホだけど、カメラもチェックしてみてください。うん。 次にスピーカーをチェックしていきたいと思います。<お>はい、この機種はね。クワッドスピーカー搭載で高音 2>, <え>2つ低音2つ搭載してます。音が気になりますね。ね<え>それでは早速どうぞ。 いかがだったでしょうかめちゃめちゃ、ね、いい。でしょめちゃくちゃいいでしょ <laughs> あの、まず、何がいいって音圧がすごいしっかりしてるんですよね。<laughs> そうそう。はい。で、あのやっぱり高音と低音二つずつ左右にね、均等にバランスよくついてるんで、なんか音の広がり方というか聞こえ方も、すごくいい。うん、てくるよ、ね、そう。なんか包み込んでくる感じですよね。うん、はい。まあなんか、だから臨場感ある、やっぱりゲームとか、それこそ、ね,ね、動画鑑賞にも,もちろんいいし。そう,そうそう、映画鑑賞にも向いてそう。うー 本当にすごいいいスピーカーですよね。クリアなサウンドで、音もしっかりしてて。 なんか原神のオープニングも聞かせてもらったけどめちゃめちゃよくない、ね、すごいなんかいいよね <laughs> 臨場感というか迫力というかなんかこのスピーカー目当てに買うのもちょっとありかもしれない、うん、って思ったよねなんかこれは多分好きな人結構多いと思うこの音の感じというか、うん、はっきりしてるしクリアだし、うん、なんか誰もが好きそうなバランスの取れた音だよねそうだねまたなんかそのソニーとかのやつとも違うし全然違うね ライフォンとかともまた違うんだけど、うんうん、これはこれで完成してる感じがすごい。はい。はい。です。まあ、あの、ぜひね、一度チェックしてみてください。やっぱこの辺りもね、すごい,い,いスピーカー搭載してますね。はい。じゃあ続いて、バッテリー持ちをチェックしていきたいと思います。この機種はね、大容量 4700mAh バッテリー搭載で、ワイヤー充電なんかには非対応、急速充電の 120W に対応しております。 はい、私が好きなやつですね。<laughs> まあ、それについてちょっと後ほど触れます。じゃあ、まず早速、いつもの通りね、動画を垂れ流した結果はこちらです。えー、3時間経過で100%から91%。まあ,あの、動画を垂れ流すだけのテストではあるんですけど、結構いい数字が出てるのかなって思います。そうだね、はい。で、普通に使ってみると、まあ、大体1日ぐらいは使えるかなっていうバッテリー持ちですね。良くも悪くもないけど、普通みたいな。 う一般的なバッテリー持ちで、はい、で使い方次第であれば1日あの、僕の場合は1日使えるかなっていう感じなので、まあ、このあたりは本当用途次第かなって思いました。まあでも、まあ、ゲームするよね。そうだね、まあ。ゲームをする人だったら、まあ、ちょっと注意は必要だけど、ただ安心してください。この機種ね、120W の急速充電ありますんで、はい、<laughs> あの約20分で100%です。まあ、それぐらいあの高速充電ができます。めちゃめちゃ早いね。はい、あのただあの、付属の充電器が今回海外仕様になっておりますので、 で、うん、国内で使うには変換アダプターとかが必要になってくるので、そこは注意をしてください。はい、まあ、とはいえね。僕はあの国内向けのあの純正のやつあの持ってますんで、あれで楽しんで 120w を体験しております。<laughs> 非常に楽しいですね。<laughs> はい、まあ、あの <laughs> 年前に充電しなくなりました。最近だからはいなのでぜひね。このあたりも 120w まだ未体験だよ。って人もチェックしてみてください。 じゃあ最後気になる価格なんですけれども、うん、まあこの機種さ、今のところ結構高水準じゃないですか。うん、よかった、ねはい。大画面のディスプレイに高リフレッシュレート、しかも画面が綺麗で、性能もいい、カメラも割としっかり撮れる、スピーカーはーめっちゃ音いい、うん、なんと 120W の急速充電も搭載していて、かつ儀的マークもあって、いくらなのっていうところなんですけど、高そうだよ価格はなんと6.4万円からです。あ 安い。もう完全に化け物ですね。はい。すごい,い。恐ろしいよ。これ本当に化け物です。<laughs> はい。まあ、あの、詳しい方であれば、おそらくもうこれは2022年の、今、現時点でコスパ最強ゲーミングスマホだって言い切れますね。あ、そうなんだね、はい。まあ、それぐらい恐ろしい時代です。買うしかないやつですね。ぜひね。 皆さんあの、気になる方は詳細あの、概要欄にリンク貼っておきますので、そちらからチェックしてみてください。というわけで、ここまで POCO F4 GT をレビューしてきました。はい。あの、実際使って感じた良いところ、悪いところはこんな感じです。まあ、あのね、もうやっぱ使って思うけど、これは安い。音良かったね。あ<ー>私はなんかそこが印象的ですなるほどね。うん、あの、つばさんかなり気に入ってますね。僕もかなり音はいいなって思うし、やっぱりゲーミングスマホならではのポップアップトリガー。うん、これはもう,うん、うん、本当に今僕、 僕ちょうど今、原神にハマってるので <laughs> あのこれがあるかないかっていうのはすごいやっぱ差が出てくるんですよね。そうなんだねやっぱこれって iPhone にはないし、うん、Android の普通のスマートフォンにもないから、うん、もうこれはやっぱりゲーミングスマホだからこそのところで,でしかもスナップドラゴン 8GM1 搭載しててさっきも言った通りスピーカーもよくってさ 120W も対応してて <laughs> のこの価格好きなな要素がもうなんかもう全部詰め込まれてるんですよね。<laughs> なんであーこれは僕 久しぶりにゲーミングスマホをレビューしようって思ったんですよねあらすで、はい、にこれまでねゲーミングスマホをいくつか買われてて、まあ、そういった方もおそらくすでに気になってると思うんですよねこの機種がうん、うん、ただそれ以外にまだちょっとゲーミングスマホってちょっと抵抗があるなっていう方にもぜひおすすめしたい、うん、まあ割と買いやすい価格だし、うん、確か,になんかあの入りとしてはもう最高だと思うんですよねはいまあそんな感じです、まあ、ベタもみになっちゃってるんですけど <laughs> なんか僕は本当に気に入ってます、はい、お気に入りですねぜひね 皆さんチェックしてみてはいかがでしょうか詳しくは動画概要欄にリンク載せておきますすでにね POCOF4GT 買われた方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないのであのコメントをいただけると嬉しいです、うんえー、今後もねこういったねあのー、まあゲーミングスマホ、まあ、可能な限りちょっと追っていきたいなと買うのはダメよたくさん買いすぎだからいやでもなんかねここに来てやっぱ原神をやってることによってなんかゲーミングスマホあ<ー>いいなーってなってきちゃってるやつ <laughs> はい。まあ、はい、あの、まあまあまあ、これはちょっとまあ、今後ご相談。はいはいはい。というわけでですね、まあ次回動画でお会いしたいと思います。えー、もしこの動画がよろしければ、グッドボタン、いいねもよろしくお願いします。ブログ、ツイッターもやってます。フォローお待ちしております。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴いただき、誠にありがとうございました。